オショロコマサルバリネスマルマは、酒も草ケ科に属する魚。カラフトイワナとも呼ぶ。イワナと比べると、さらに寒冷気候に適応した種である。世界では、オショロコマ、ミヤベエワナイスエムミヤベエ、サザンドリーバーデン SM クラジャニニコーバの3ア種が、知られる。本校では、同名ア種のオショロコマサルバリネスマルママルマについて、述べる。北極化を呼び、 北部太平洋沿岸に分布する。日本では北海道にのみ分布する。北海道では大雪山系、日高山系の山岳系流に多く、知床半島にも分布する。自然分布の難言は太平洋側が十勝川、水系、日本海側が千波川水系とされている。産卵期は10から11月である。日本に生息する個体はほとんどが 河川残留型であるが、一部の個体は、航海し生活する。河川の最上流部に生息することが多いが、知床半島などの流れる距離の短い川では、源流から川口まで生息する。札幌市近郊にある辛池では、年中湧き水が出るため、止水域であっても生息している。河川残留型は、背部に白色の反転。 体側にパワーマークと視点があり、有色反転の有無によりやめますと、区別できる。個体によって、腹部やヒレの赤色が濃くなる。本種の生息地の南限といわれる北海道、千波瀬川の支流では、無反転の個体が生息する。残留型の全長は20センチメートルほどである。河川生活での餌は主に流下する、水生昆虫や、下半樹林からの落下昆虫であるが、 トビケラやカゲロウのような、そこ生生物の接触も可能な、口骨格構造であり、アメマスなどとの餌の競合に対し柔軟に対応する。したがって、アメマスがいる河川では住み分けをする。本種の生息可能限界水温は、本州で生息しているイワナと同じと考えられる。公海型は高緯地域ほど出現しやすく、2年から4年の河川生活の後スモルと化し、 パーマークが消えると公開する。視点も淡い炭石色となる。また、伊藤のように陶器は河川遡上し、湖や流速の緩い深み場所で越冬を行う。知床半島にも公開型個体がいると考えられる。血清タンパク質及び筋肉タンパク質の分析調査の結果によれば、自然界にはオショロコマとエゾイワナの交雑型も存在している。 絶滅危惧通類日本国内で直ちに種の絶滅が危惧される状況ではないが2007年版の環境省レッドリストでは従来の純絶滅危惧から絶滅危惧通類にカテゴリーが挙げられた。知床半島などの生息地では外来魚との競合アメマスの生息域拡大による源流域まで追いやられる一部の釣り人による乱獲や源流部の林道工事 下半輪は死災、園庭の設置等に伴う生息環境破壊により、個体群が絶滅の危機にあると見られる。特に、本種はもともとアメマスと同じ川で生息する際、本種がアメマスより上流に、その下流にアメマスが生息するといった住み分けがあったが、ここ最近、アメマスの勢力が広がりつつある。また、本種とアメマスとの交雑種が見つかっている。 本種の分布域の北側には北極イワナが生息するが、両者の移動には論議がある。まず、言えることは産卵場所の違いである。本種は河川、北極イワナは故障。生態やエラハカズが本種より、アシュのミヤベイワナに近いこと、など明確な違いは限られており、本種との区切りは難しい。しかし、もともと日本国内で生息する本種を含め、 イワナ族の魚は明確な河川ごとに特徴があったと言われる。イワナ族はそもそも本とミヤベイ種と宮部ワなのに阿からなるグループとアメマス、日光、ヤマト、ゴギの四型からなるイワナのグループ、その他外来種二種が日本国内で生息していると考えられているが諸説ある。 本種を含め北極岩菜のグループは岩ナのグループに比べ生息域が広くより正確な分類が必要なグループであるには違いない。北海道では河川残留型が多いことから河川間の交流がほとんどなく河川集団ごとの遺伝的多様性に比べ同一河川内集団の遺伝的多様性は低い。つまり各河川ごとに閉ざされた生殖系となっているため 増殖を目的とした放流の際は、兄に他の河川からの移植は避けるべきである。近年、本州でも本州が見つかるが、これは釣り堀から逃げたり、釣られず、残った個体である。かつて放流したべに酒の幼魚に対する外魚として駆除されたことがある。ありがとうございます。